ね、もっとちゃんとしましょうよ。あれ？ちゃんとやりましょう。YouTube。本当に大きくしたいって気持ちあります。YouTube この。それでは本番まで3秒前、2、1、キューです。お疲れ様です。宮城に戻ってきました。テロップ入ってる今、スロット実践行ってました。行ってました。残念ながら結構やられちゃいました。はい、まあお二人とも30本近くやられてしまったということで急遽戻ってきたんですよね。はい、取り返したいということで、はい、私の金を返せと。はい、この2つで行ってほしいです。下関丸亀で。はい、はい、ま、本領発揮。 G1 じゃないですか、下関。そうです。そうなんです。でも取り返すにはぴったしじゃないですか、はっきり言うて。下関あと8分です。下関おやばい、村人おったなんから言ってるんですか。1341321136。え、一緒。え、マジ？で6131最後。4が、うん、やばい、ちょっと遅れてない？大丈夫？6着。原田さん大丈夫？よしよし。あ、6飛ばされました。やばい、まくられる。1、いや、3を2着でいいのよ。いい、いいぞ。でも2は持ってない。6も頑張って。4か、え、13にあった、ごめん。先回したら13に。2、3はね、買いたかったんだ。え、132や。いやー、危ない。1、3、2、132、132、132、5もやばい、5もやばい、4も、ね、5はない、私5はないよ、2が、2応援して、2、頑張れ、下出さん、下出さん、これやばい、本当にやばい、よし、よし、下出さん、ピュー、ピュー、あ、うそい、まさかこっちに言われるとは、うそい。やばいよ、しっかりラスト、ね、5だけは持ってるね。いや、4、5がこうやり合ってくれてね、いい感じに、うんうん、そう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 、そこでね、仲良く、よーしゃー、よしよし、イエーイ、うちら最高、やった、うちら最高、ヒュー、イエーイ。ちゃんとやりましょうよあー嬉しい、さすが、2人とも的中、はい、さすが、よっしゃ、あと20本取り返したら帰る、30本負けてるから。あ、そういうこと、うん、あと20歩、あと20歩、全然次丸亀がある4分前でありますよ。え、ちょっと無理無理無理、4分前でも意外とね、焦った方がいい時もある。6番です。3? 3? スタートしました。いや、外の3艇がこうスタート。4号艇、5号艇、6号艇、いや、3台、3メートル、いや、え、なんで、ちょっと待って、私、え、行ったことは5頭でした。5頭は正常です。後方アクシデントとなっています。え、ってことはやっぱボックス買いしてる人がもうこれ鬼勝ちしてんじゃん。レースは1周の2マーク、456ボックス、ホームストレッチへと移ります。3番、次行こう。松下ゴーリン、2着4番川村ゴーリン、3着3番中島ゴーリン、おかしくないか、なんだよ、ね、ほんとちゃんとしましょうよ。あれ、ちゃんとやりましょう。 YouTube 本当に大きくしたいって気持ちあります。 YouTube この、お前が言うな、お前も言うなうるさい、うるさくないって。仲直り、友達できた。やばいって私、本当にもう取り1万行かれるよ。どうする、行く。うわー、跳ねるね。わ、この可愛いパーカーみたいな。1着1番、ゴーリン2着4番、ゴーリン3着3番、次丸亀5分前、お願い、ジオンさん、お願い、日頃の行い悪い、うわー、2着4番、
あざーす。もっと伸びて。4番ゴーリン、3着6番ゴーリン、あとは5番、2番ゴーリン。カヤシさん、何も見ずに書いてみていい？丸画面。え、何も見ないで書いて。うん。3号になっちゃった？お、3号。それだったら何もしてない。オッケー、下関考えます。でもこれ考えてもわかんないんですよね、このね。6号艇の人ってなんでコメントしてるの？コメントせんかったんやろね。喋んなかった。トイレ行ってる。黙秘です。この防線を言った可能性もありますよ。なんか言おうとしてる。そう。時間切って。決定戦、いよいよ頂上決戦第12レース優勝戦の開始で、優勝戦第12レース3対3、幕張進入、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。村上が0台から伸ばしていくんですが、3号艇の桐生が、1号艇の桐生がこの間に逃げる、4号艇の村上がかかる、あとは3して2号艇の石田、さらには6、3ですが、1号艇桐生受け止めながら逃げたが、2番手は4号艇村上と2号艇石野の争いに離れて、5番手は最高峰、3番スタートは前提正常でした。1号艇桐生トップ、2番手4号艇の村上、3番手は2号艇の石野に対して5号艇西山の差しですが、上位3艇は1、4に1番、4番、2番、レースは1号艇桐生、5もある、2号艇村上、2艇審査、3番手に2号艇石野ですが、内からやってくる5号艇の西山、ここが突っ込んだら危ない、さあ5号艇西山に対して2号艇石野は21マーク、一貫戦線の差しで3番手取り返しに行きますが、際どい攻防です。5号艇西山と2号艇、5池でも回る、西山さん5号艇吉田、最高峰3号艇野球、2周2マーク、1号艇桐生純平がトップで向かいます。2周2マークの旋回、2番手は4号艇の村上、うぅー、逃げて5号艇に、わぁ、おぉ、5だ、跳ね上げました。1号艇の村は最終周回、3番手5号艇の西山が2、3艇身リード、石野に競り勝とうかというところで最終1マークへ向かいます。1号艇桐生トップ、2番手4号艇村上、3番手5号艇の西山、145最後の向こう上面、3回目の優勝へ向かうという1号艇桐生純平、きっちり人気でございます。2番手は攻めていった4号艇村上亮、3番手5号艇西山貴弘の145、第12位今日サポってる方が多いってことも、すごい1着1番桐生優勝のゴールイン、2着4番村上ゴールイン、3番手6万5000、おお、いいすごっ、来てよかった。お、珍しく結構ダラダラやったね、本当に、うん、え、だって当たってたから、うん、6レースぐらいやったの、当たったからダラダラやっちゃったよ、ね、だって下関の丸亀、じゃあピーちゃんから、はい、私はプラス8000円ちょっと、素晴らしい、すごい、最高、健康ショートメニュー届かなかったけど、ボートプラスです、ボートプラスです、さすが本業ですね、ボート女子。みかんちゃんは、みかんちゃんは4番勝ちです。イエーイ、ってことは
ってことは30本負けてたから一番おお。やったーやったぜ。ボートやってよかったね。やっぱボート向いてますね。いや本当に取り返したい時って私いけるんやなと思いました。だからいかに緊張感がないかですね、まあまあまあ、日頃。今日も緊張感はなかった。寝とったっ、ね、最終です。寝とってくれやけん。しましょう。はい、繰り返しましょう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。